イカルド・テンタクルズとは、スポンジボブに登場する架空のキャラクターである。名前はイカルドだが、彼はタコであり、名前のせいで間違われることが多い。言語版の元々の名前は、オクトドだったが不便だったため、スキッドワードになった。名前の由来は、スクイードとエドワード。海洋生物学者で、アニメーターであるステファン・ヒレンバーグによってデザインされた。 1999年5月1日に放送されたシリーズのパイロット版バイト募集中で初めて登場した。スポンジボブのアニメーションでは主人公のスポンジボブに次いでパトリックと同等ほどに出演回数が多く、イカルドは公式にパトリックに次いで3番目の純主人公という位置づけとされている。評論家やファンからの評価は好意的。多くのスポンジボブの出版物、 おもちゃ、その他の商品に掲載されている。また、2004年の長編映画とその続編に出演した。2019年11月、イカルドを主人公としたスピンオフがネットフリックスとニコロデオンとの共同で制作中で、あることが発表された。冷たく傲慢な青緑色のタコ。スポンジボブの家とパトリックの家の間にあるモアイ像の形をした家に住んでいる。 1977年10月9日生まれ、突っ込み役。日本語版では、年寄りという扱いであり、一人称は、わしで、口調も、じゃ、じゃろ、じゃぞ、という語尾となっている。スポンジボブとパトリックの呼び方は、お前、お前さんであり、話によって異なるが、カーニやプランクトンには、あんたである。 スポンジボブとパトリックスターの家の間のモアイ像のような家に住んでいる。スポンジボブたちの絶え間ない笑いと想像しい行動に悩まされている。たまに足が絡まることがある。タコらしく墨を吐くこともある。大きめの頭に大きく垂れ下がった花で笑うと花が伸び縮みする。自分の花が大きいことを気にしていたことがある。当初は カーニバーガーが嫌いだったが、初めて食べた時に、あまりのうまさに感動して貯蔵庫の中のカーニバーガーを食い尽くしてしまい、お腹が破裂したことがある。以降の話でもたまに食べることがある。服装は、基本的にシャツのみだが、寝る時は寝巻きを着ることもある。スポンジボブの隣に住んでおり仕事仲間。スポンジボブとパトリックを鬱陶しく思っているが、二人は、それに気づかず、 彼を友人として見ている。スポンジボブクラブでは、なぜわしの人生は一話ごとに苦しみが増していくのじゃろうと嘆いているなど、作中で最もひどい目に遭っていることが多く、特にスポンジボブとパトリックによって日常生活を邪魔されたり、家を壊されたりしている。非常に不幸で幸せな思い出が一つもなかった。スポンジボブも彼が困っている際には、助けようとしてあげているが、 結果的にイカルドはひどい目に遭ってしまっている。ハンサムなイカルドでは、スポンジボブにカニカーニのドアで顔面を潰された影響で顔の骨格が変形し、いわゆるハンサムな姿になったことがある。芸術鑑賞が好きで、彼自身も絵を描いたり、クラリネットを演奏するのが好き。音楽や絵画を趣味としており、特にクラリネットに関してはプロになるのが夢で、 現在はその資金稼ぎのためにカニカーニで働いている。しばしば個展やコンサートを開いているが、才能はカイでアリミナからの評価も芳しくない。しかし本人は自分は天才でビキニタウンの住民たちが自分の才能を理解していないだけだと信じている。自画像をたくさん描く。芸術とクラリネットを演奏することに情熱を持っている。ミュージシャンまたは 画家としての魅力的で卓越したキャリアを絶望している。スポンジボブの演奏や絵が自分よりうまいことにライバル心を抱いている。カニカーニのレジ係、ウェーターの仕事をしており、スポンジボブの仕事仲間でもある。ただし、ミニイカルドは人気者では、イカルドは皿洗い係になったことがある。カニカーニでの仕事はやる気がなく、しばしば軽病などでサボったり、 居眠りしたりすることがありそのたびに、カーニから給料を減らされている。幼少期時代には学校に友達があまりおらず、校内のゴミ置き場の近くで昼食を一人で食べていた。最終学歴はコミュニティカレッジで芸術を4年間学んだ。ナッツアレルギーで高所恐怖症、また閉所恐怖症である。カーニの娘であるパールのベビーシッターを過去にしており、 パールの子守りで再度パールのベビーシッターを任された。常に不機嫌で毒舌癖があり、スポンジボブとパトリックを鬱陶しく思っていることが多い。ナルシストでもあり、自分以外の考えに聞く耳を持たない。自分を邪魔する者が嫌いで、気難しい性格でもある。作中では良くも悪くも一番の常識人であるが、一旦、スポンジボブらの不条理なペースに引きずり込まれると激しく、 対抗する。笛吹ピエロなど、イカルドがトラブルメーカーになることも稀にある。パフ先生ほどではないが、逮捕数が多く、名前を教えて、では名前を教えないおじいさんの財布を奪ったり、イカルドのご真術では不気味なやつを空手で猛攻撃するなどしていた。スポンジボブのことをよく思っていないが、スポンジボブが死ぬと聞いて思わず涙を流したり、 カーニがスポンジボブを彷徨えるオランダ人に売った際はカーニに対してお前は最低のカニじゃと言ったると内心では悪く思っていない様子である。スポンジボブとパトリックやライバルのイカリムを嫌っており自分が賢くてスポンジボブらを間抜けとバカにしている不死がある。スポンジボブがいなくなってもイカルドだけ喜んでいたり彼をカニカーニから追い出そうとしたりしていたこともある。 ずる賢い面もあり、スポンジボブらを騙したり、意地悪したりすることがある。イカリムからは、高校の頃からずる賢くて、有名だったと言われている。その反面、たまに優しい一面を見せることもあり、デリバリーピザでは、スポンジボブを傷つけた客に仕返しをして、スポンジボブを喜ばせるために、サンタクロースに噴した。また劇場版一作目では相変わらずスポンジボブを嫌っているが、 ラストで、スポンジボブに、自分の求めるものはお前自身にあると語り、彼を店長と認めた。なお、近年シーズンでは文句を言わずにスポンジボブと行動を共にし問題を解決するエピソードも増えている。ステファン・ヒレンバーグは、子供の頃から海に魅了され、また、芸術の才能を伸ばし始めた。大学では、海洋生物学と芸術を専攻した。 1984年に卒業した後、海洋教育機関であるオーシャンインスティチュートに参加し、後にスポンジボブの制作につながったザ・インタータイドルゾーンという漫画を作った。1987年、ヒレンバーグはアニメーションのキャリアを追求するために退職した。数年間カリフォルニア芸術大学で実験的なアニメーションを勉強した後、ヒレンバーグは アニメーションフェスティバルで六甲のモダンライフのクリエイターであるジョー・マレーに会った。マレーはヒレンバーグにシリーズのディレクターとしての仕事を提供した。六甲のモダンライフの作家の一人であるマーティン・オリソンはザ・インタータイドルゾーンを読みヒレンバーグに同様のコンセプトのテレビシリーズを制作するように進めた。その時点でヒレンバーグは 自分のシリーズを制作することを考えていなかったが、すぐにこれがチャンスであることに気づいた。六甲のモダンライフの制作が1996年に終了した直後、ヒレンバーグはスポンジボブに取り組み始めた。ヒレンバーグはザ・インタータイドルゾーンのキャラクターデザインをいくつか使用した。彼は大きな頭が好きだったので、スポンジボブの不機嫌な隣人を大きい頭を持つ。 タコとしてデザインし、イカルドは知識人だから当然大きく膨れた頭をしているだろう。と説明した。ヒレンバーグはアニメーションでは8本より6本の足を描く方が単純だったため、イカルドの足は6本であると語った。イカルドの足は2つのエピソードでのみ8本で描かれる。ヒレンバーグは、イカルドをタコに似ているイカにちなんで名付けた。 イカルドの声優、ロジャー・ワンパスは、オクトワードという名前は、しっくり来なかったと発言した。イカルドのデザインについて、ショーライターで、ストーリーボードアーティストのヴィンセント・ウォーラーは、2010年に、次のように述べている。イカルドを描くのは難しい。彼の頭は、非常に奇妙な形をしている。幸い。 彼の感情はかなり均一だが、彼から大きな感情をたくさん出すことは困難である。彼の花はすべてを半分に分けるので、それは常に OK。これをどのように操作して読み続けるのですかヒレンバーグはイカルドが墨を出す下りを作ろうと考えていたが、うんちを漏らしたように見えるので、没になったと語った。地面を引っ張る吸盤の音を思わせるイカルドの足音は、 湯たんぽを擦ることによって作られる。イカルドや他のメインキャラクターの足音はホーリーサウンド版によって生み出されている。サウンドデザイナーのジェフ・ハッチンズは足音でそれがどのキャラクターのもので何を踏んでいるのかがわかると語った。バンパスはイカルドがリカンベントに乗るアイデアを思いついた。実際にバンパスがカリフォルニアのバーバンクで乗っていることに由来しており、 バンパスはそれを小さな内輪の冗談と説明した。イカルドの声は俳優のロジャー・バンパスが担当しており、彼はイカルドの母親などの声優も担当する。1997年にパイロット版を書いている間、ヒレンバーグと当時のクリエイティブディレクターであったデレク・ドライモンがオーディションを行った。六行のモダンライフでヒレンバーグやドライモンと一緒に働いたミスター・ローレンスは、 最初の候補だった。ヒレンバーグはすべてのキャラクターのオーディションにミスター・ローレンスを招待していた。最終的にイカルドの声優はロジャー・バンパスに決まり、ミスター・ローレンスは悪役であるプランクトンの役を与えられた。バンパスによれば、イカルドは鼻にかかった単調な人だったが、彼が持つ皮肉、欲求不満、そして感触のおかげで、 彼を演じるのが面白くなり、そして彼の感情が広がった。トム・ケニーはスタジオでのバンパスを、私はロジャーを見るのが好きだ。私は彼の右隣にいる。と表現した。ケニーによると、録音中にバンパスがイカルドとして感触を起こすと、彼の頭は赤くなるので、彼が即戦症にならないかと心配している。番組のスタッフは、 彼のパフォーマンスとイカルドとの共通性のためにバンパスを称賛する。ケニーはバンパスを素晴らしいイカルドのようなものだと言った。スタッフライターのケントズ・ボーンはロジャーがイカルドのように話したり行動したりすることについて考えたのを覚えています。だからこそそれはとても良い声です。彼はそれにとても関係しています。しかしバンパスは言った私は彼ではなく 彼は私ではありませんが、彼のために私がする必要があること、そして私が彼のためにできることは、それが私のようになる。それは私の特定の才能に合います。そういう意味で彼は私ですが、私は彼のような気難しい、皮肉で成果を上げていないような人ではありません。彼は陥りやすいので、私はそれを言います。イカルドの声は、 ジャック・ベニーのものと比較される。ケニーは、私にとって、ロジャー・バンパスがイカルドを演じるのに素晴らしい仕事をする。ジャック・ベニーの忠実な人物にはとても面白いものがあるのです。と言った。エブリシング、アイニード・ツー・ノー、アイランド・フロム・カトゥーンズの著者であるアーサー・ブラウンは、イカルドは、ジャック・ベニーの恋にとても似ていると述べた。ロジャーはそれを否定し、ジャック・ベニー いいえ、彼は時折出したこの観測の皮肉を持っていないが、イカルドは高校時代のライバルであるイカリムと仲が悪く、自分と比べ金持ちで成功しているイカリムを恨んでいる。ただし彼と勝負する際は、スポンジボブのおかげでイカルドが勝つことが多い。説明イカリムは高校のバンドクラスでイカルドに会い、彼のライバルになった。イカリムは、 イカルドが失敗したすべてのことに成功し、イカルドを見下ろしている。イカルドは痛々しく嫉妬しており、自分が敗者ではないことをイカリムに証明したいと考えている。他のタコのキャラクターのように、イカリムのキャラクターモデルはイカルドとほとんど同じである。彼はプライベートヨット、プライベートレイク、プライベートヘリポート、プライベートアイランド、気球、カジノを所有している。 彼はオタク拝見に登場するファンシータワーを所有している。また屋上には金のドアノブでできた大きなタンマユのオブジェがある。イカリムは6つの足を持つタコである。彼は赤と黒のローブを着ており、アスコットタイをしている。大きな黒いタンマユを持っていて、イカルドが苦段の中で大きくて貴重なタンマユだと自負している。ニセ教授の災難では、 この特徴をイカルドと区別する方法として警察がイカリムに伝えた。性格イカリムは金持ちで豪華である。彼が持つ莫大な富のために自分が他人より優れていると思っていることを隠そうとしない。彼は卑劣で、利己的で、サディスティックで、傲慢で、ライバルであるイカルドのような中流階級の人々への優越感を感じることに大きな喜びを感じている。さらに、 イカリムは人をバカにしたような口調で話し、イカルドを見下すことや自分への称賛を重要視している。イカリムは完全に愚か者だが、おそらくその富のおかげで簡単に友達を作る。イカリムは、イカルドよりナルシストでタンマイを除いて二人は似ているにもかかわらず、イカリムは自分をハンサムだと考えている。イカリムは自分が成功したすべてのことを自慢し、イカルドを 下流階級だと馬鹿にしているので、二人はお互いを憎み合っている。歴史イカリムは6つのエピソードで登場した。さらに、イカリムの代替バージョンが2回表示される。マンレイタイムラインの彼のスレーブバージョンがタイムマシンに表示され、スポンジボブはお医者さんではイカルドに提供される花の一つとして、亀を出演した。イカルド楽団、イカルドとイカリム、オタク拝見。 ビキニタウンを美しく、の4つのエピソードで主な役割を果たしている。イカルド楽団、イカリムの初登場はこのエピソードである。イカリムは自分のバンドが諦めたバブルボールでの演奏をするようにイカルドに行った。しかしエピソードの終わりに、イカリムがイカルドの失敗を見届けるためにバブルボールに行くとバンドがスイートビクトリーを演奏しているのを見て心臓発作を起こし、 単価で病院に運ばれた。イカルドとイカリムイカルドは自分をよく見せるために5つ星レストランのオーナーをしていることをイカリムに伝える。当初、イカリムはスポンジボブの新しい高級レストランに関する専門知識に感銘を受けていたが、スポンジボブが自分の名前を思い出せず狂ってレストランを破壊したことでイカルドは恥をかく。イカルドが真実を語った時、 イカリムは自分の人生について嘘をついてイカルドを打ち負かしたと告白しているだけで冗談を言っているだけでありみんなを気球カジノに乗せていることを明かしたオタク拝見イカリムのとんでもなく豪華な家が大名と同名のテレビ番組で紹介されたこの家の特徴は金色のトイレ浴槽付きのエレベーターそして 金のドアノブでできた大きな単眉の彫刻である。イカルドはこれに嫉妬し、番組の主催者であるニコラス・ウィザーズに自分の家の方が素晴らしいことを主張する。イカルドの家は、イカルドがより良くしようとした結果崩壊してしまった。しかしウィザーズはそれを芸術と捉え、イカリムの家より優れていると宣言したので、イカリムは泣きながら倒れる。偽教授の災難。 イカリムは非常に高く評価され、すべての人から尊敬されているため、ビキニタウン名門音楽学校で音楽教師の仕事を依頼される。そこで、イカルドは、イカリムのふりをして自分が生徒に教えようとする。その後、イカリムが現れ、イカルドは逮捕された。ダンス大好き。イカリムはダンス大好きの最後にも出演した。イカルドが、 イカリムのラインダンサーの役割を与えられた後、イカルドがスポンジボブに対して言ったのと同じ方法で乱暴にイカルドを訓練し始める。ビキニタウンを美しく、イカリムが一週間でビキニタウンを掃除したことを称える像があることを知ったイカルドはその記録を破ろうとする。最終的にイカリムの像が解け、イカルドは勝利する。タイムマシン大体のタイムライン。 スポンジボブとパトリックた時に彼がビキニボトムにサインアップを置くことによって元のタイムラインからトホマンレイが引き継いだ。スポンジボブはお医者さんイカリムはスポンジボブがイカルドの手術中に提案するたくさんの花の一つとしてメを出演する。トリビアイカルドは評論家やファンから好評を得ている。スポンジボブの声優トムケニーは イベントでイカルドをお気に入りのキャラクターとした。彼にはスポンジボブとパトリックに巻き込まれるという得意な側面があるが、彼はそれを嫉妬している。彼が関与しようとすると、彼はそれを信じていないので必ず失敗する。スタッフライターのケーシー・アレクサンダーは、イカルドは私が最も共感できるキャラクターです。大げさに言えば、彼は最も人間的なキャラクターです。 もしスポンジボブのような人がいれば、おそらく私はイカルドがするように反応するでしょう。と語った。歌手のファレル・ウィリアムスは番組のファンを公言し、イカルドは私のお気に入りだ。彼が人間なら私は彼とつるむだろうと述べた。DVD バーディクトでビルト・レッドウェイは、イカルドは魔のクロスであることをバート、ウディアレン、およびロジャー・アディソン。しかし、 もしあなたが見つけられれば、彼は心を持っていますと書き、隣人のふざけた態度に、まっすぐな男と、越した。映画評論家の A.O. スコットは、ニューヨークタイムズの記事で、スポンジボブ、スクエアパンツ・ザ・ムービーについて、イカルドは、サンディやパフ先生と共に、お気に入りのサブキャラクターの一人であると述べ、隅に追いやられたのは残念でしたと書いた。また、同じ出版物から、 テレビ評論家のジョイス・ミルマンは、イカルドは、ポール・リンドの花のビッキーさとフェリックス・アンガーの芸術的な口調を持っていると述べた。ミルマン氏は、さらに、うーん、イカルドは、芸のイカの一人だと思うと述べた。イカルド楽団は、イカルドに焦点を当てた、シーズン2のエピソードで、多くの評論家やファンに、番組の最高のエピソードの一つと評される。 ワシントンポストの記事でマイケル・カバーナはイカルド楽団を5番目に優れたエピソードとしてランク付けした。カバーナは記事の中でイカルドの屈辱、容赦ない平凡さに直面した芸術的野望の組み合わせにより大人が全く別のレベルで体験できる子供向けのエピソードになったと語っている。あまり肯定的ではないがイカルドはコモンセンスメディアの 2012年のテレビの最悪の銃のロールモデルにも掲載された。著者のシエラ・フィルッチは、イカルドの利己主義は最悪の罪であり、イカルドはカニカーニの意地悪で厄介なレジ係で何かが欲しい時にだけいい人と述べた。2012年の第39回データイムエミー賞で、バンパスはイカルドの声優としてアニメーション部門にノミネートされた。バンパスは、 この部門で最初にノミネートされたスポンジボブの声優である。この賞はガーフィールド賞のジューン・フォーレが受賞した。バンパスはノミネートの証明書を誇りに思っていると述べ、また候補者の中にフォーレがいて、彼女はアニメーション界でレジェンドであるため、実際には争いはなかった。他の3人にはチャンスがなかったのです。実際、私たちの誰かに、 チャンスがあった場合、会場で暴動が起きたでしょうと語り、純法令に負けて嬉しい、ノミネートされたことに、とても感謝していますと述べた。イカルドは、ボードゲーム、本、ぬいぐるみ、トレーディングカード、靴など、様々なスポンジボブ関連の商品に採用されている。テレビシリーズと並んで、イカルドはスポンジボブコミックなど、多くのスポンジボブのビデオゲーム、テーマパークや、 テーマパークパレードでも登場する。また、2004年11月19日に公開された初の長編映画、スポンジボブ、スクエアパンツザムービーに出演し、全世界で1億4000万ドル以上の売り上げを記録した。リカルドは2015年2月6日に公開された映画の続編、スポンジボブ界のみんなが世界を、救う』にも出演する。エピソード、飛べるスポンジは、 2009年にリバプールエンパイア劇場のミュージカルとして採用され、その後南アフリカ共和国でも採用された。俳優のチャールズ・ブラントンはイカルド役を初演し、後に彼がキャラクターを愛したこと、及び定評のあるキャラクターをステージミュージカルに再現する面白さを思い出した。ブラントンはこのミュージカルのためにスポンジボブの DVD を9枚購入し、 寝室でイカルドを演じる練習をした。彼は声と出の使い方を完璧にするのに何年もかかった、と語った。ブラントンのパフォーマンスとミュージカルは、ほとんどの評論家に好評だった。ザ・パブリック・リベスの評論家曰くブラントン演じるイカルドがショーを盗んだ時は、私たちのためにショーを本当に盗んだ。彼のキャラクターは完璧に国付きにされた、彼の漫画の演技。 声と所作からこれは完璧なパフォーマンスだった。ノーザンエコーの記事でビブハードウィックはブラントンはイカルドに説得力を持たせたと言った。南アフリカ共和国版ではクリス・ファン・レンスブルクによって演じられた。2016年からシカゴで始まったスポンジ・ボブ・ブロードウェイミュージカルでは俳優のギャビン・リーがイカルドを演じ2018年トニー賞の助演男優賞に ノミネートされた。ありがとうございます。